皆さんすみません、ちょっと事故が起きまして、ちょっともう一度仕切り直しにさせていただきます。ということで、ちょっと町田さんに、あれします。あれってなんだよ。あ、来た。今、すいません。先ほども言った通り、ちょっとコメントの方は顔がちょっと見えなくなっちゃうので、オフにしまして、ちょっと後からちょっと質問コーナーとかできたらさせていただくので、その時はよろしくお願いします。送ったかな？こっちだ。いけるかな？いけましごめんた。ね。いえいえ。だいぶちょっと電波状況が悪かったみたいで、はい。失礼しました。いや、失礼しました。こちらこ今大丈そ。夫かな？今、めちゃくちゃはっきり聞こえてま大丈夫す。そう？あ、はよい。かった。よかったで申す。し訳ないです。皆さんもいすいませんでした。や、すみませんでした、本当に。さあさあさあ。何の話だっけ？あれですよ、3話まで話して。そうだね。で、東京タワーのところ、屋上のところのシーンだ。はい。あれね、ペットボトルが、だいぶ、ちょっと妙な動きをされましたからね。なかなかペットボね、トルが。ね、はい。そう、ペットボトルはね、どうしようかって考えた末、はい。ちょっと、まあ、テストをやってるときに、一う回ね、落としてみたんだよね。ん。落としてみたんですよね。そしたら、それで行こうってなって、監督たちもどうするかって考えてたみたいで。そうなんですよ。ね。うん。原作でもね、ペットボトル出てくるんだけど。そう。ドラマはどうするかっていうことになって。はい。もう考えで、た末、いや、落とす。ペットボトルの落とし方、本当最高でした。いやー、ありがとうね。20テイクぐらいやったから。そうですよね。多分チェリ魔法最多のテイク一数だったか。番のテイク2だっただろうね、あれね。はい。いもう本当にみやんなで見守りながら、ペットボー、ト本ル当をに。足元に落ちてくれと。だんだん手震えてきたもんね。そうですよね。10回超えたあたりからだんだん手震えてきた。ちょっと現場もどうなるんだこれはみたいな。うん、はい、こう、はい、こう、はい、次、はい、次っつって、もうずっと落としだけど。はい。ちょっとよかっ惜しいた。のは何回かあったんですけどね。惜しいのあったんだけど、まあ結局ダメだったから。よっ、はい。ね。あとは、あとは、まあそこまでが3話でしょ。3話で、4話で言ったどうら、ですか？藤崎さんの、藤崎さんね。藤崎さんもすごい素敵なんですけど、う僕一番笑ったのは、エレベーターで、ん。後半のエレベーターでずっと足立を見てるみたいな、藤崎さんとの3人の関係の時のエレベーターの、うん。はい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 。あそこの黒沢の見つめ方がすごい絶妙で面白かったなっていうのが、れもね、はい。なんか、台本上でね、こう、目が合うみたいな、はいはいはい。になってたから、あはい。れだけど、ちょっとね、藤崎さんもね、それを見るって、で、しかも、多分藤崎さんがいて、足立がうん。いてっていう、はで、黒い。沢がこっちから見ててっていう、あ、そうですこうね。なってるけど、はい。足立を見ると、漏れなく藤崎さんにも、その見てるのが絶対にバレるっていう。絶対にバレるんですよね。だけど、もはい。う、足立しか目に入ってないんだろうね、入ってる。多分。もうだって、話で言ったらもうゆっくりじっくりの後ですから。まあ、藤崎さんもね、なんかすごい心の声とかでも自分のね、思いとか吐露してたけど、すごいいいキャラクター性というか、なんか改めて俺も見て、
あ、いいなというか、うん、うん、すごい素敵なキャラクターだなと思って藤崎さん、うん、またね、りょうちゃんも素敵ですしね、ね、佐藤さんもね、うん、上手なので、いや藤崎さんとかもね、これからこの8話以降、はい、どういう風になってくるのかってもう分かってるわけじゃんね、2人のことはね。そうなんですよ ね。だからどう、どう絡んでいくのかっていうのは、絡んでくるのかっていうのも多分ちょっと楽しみにしてもらいたいよね。はい、そう、あと俺的には、はい、六角ね、六角ですね、六角草川くんが演じている、うん、最高ですよ。最高だよね。はい、もうなんか嫌味が一切ない、うん、あのお調子者みたいに見られているけど、実はすごくいろんなことを考えて気遣える人だっていうキャラクターでね、すごい魅力的だし、それを草川くんやってるから、うん、なんかより魅力的というか、魅力的であってすごい人間味も感じますし、ね、何よりあのその六角が言う言葉のスパンっていう、うんうん、なんて言えばいいんですかね、うん、あの発し方は本当にね、たくちゃんしかできないだろうなって。そうだよね、はい、居酒屋とかでもね、はい、なんか古いというか王様ゲームのこともね、バッサリね言ってましたもんね言ってたりとか、時代錯誤ね、はい、すごいなんか一言一言すごく六角らしいというか、うん、なんか草川くんがやる六角らしさみたいなのがすごい出てて、見てて気持ちいいよね。見てて気持ちいいですね。うん、といきますとやっぱり最高なのは、うん、あの柘植湊も最高じゃないですかねえ、はい、もうだって次の8話からはやばいですよね。やばいよね、柘植と湊、湊まあやばいのは柘植ですけども、まあ、どっちかといえばね、勝手にね、はい、あの黒沢とはまた別ベクトルで、はい、もだえているというか、はい、自分ワールドに入って入ってますよねだからなんか現場でもね、浅香くんとちょっと話したけど、はいはい、これさあみたいな、うん、柘植と黒沢が話すってなると結構すごい共感するのかなみたいな。ありましたね言ってましたね。そうそうそう、まあもちろんね、はい、多分その足立がいて、はい、で足立のすごい親友だから、はい、で足立のね昔のことも知ってるわけだし、大学時代の頃とかすごい黒沢的には根掘り葉掘り聞いたりするのかなとか、いろいろなんかこう妄想しながら、はい、やってたりして、でそれをなんか柘植が物語風にちゃんと変身してくれてみたいな会話とかもしましたよね、うんうん、すっごい長文でねはい、長文でいやすごい面白いね。だから、はい、今回はまあちょっといろんな妄想もこうやって膨らむけど、うんうん、8話はねその初めてね、はい、足立の友達にも会うというか、そうですね、いう回にもなってるから、なんかまた違う雰囲気になるよね、やっぱり。やっぱ現場でもなりましたよね、雰囲気ちょっと違うなって。全然違ったよね、うん、あの違いました。やっぱ会社でねいるとき、まあ2人いるとき、あと六角たちとかね、はい、浦田さんとかあの藤崎さんとかといるときとまた全然違う空気感だから、すごい面白くて、はい、いや面白いんですよあの空気感なんか、なんて言えばいいんですかね、まあでも今まで絡んでこなかった人たちが一気に絡むからすごい空気感的にも化学反応生まれたのかなっていう、うん、ね、新しい。確かに、でもなんか肩から見ててだけど、はい、このまあ足立と柘植の関係性がすごいいい関係性というか、はい、はいはいはい、あなんか全然違うなんか2人なんだけど、はい、なんか仲良くなる理由が分かるというか、
わかりますよね。すごいわかる。はい、なんか俺もなんかそのまあ黒沢としてだけど、はい、その2人といるときにすごいわかった。はい、あ、感じました。すごいわかったから、多分皆さんも多分それはね、すごい多分伝わって楽しく2人の目線見てると思うけど。2話の段階ではなんでこの2人仲良くなってんのって思ってるけど、多分8話でそこら辺の伏線は回収できるんじゃないかみたいなところはありますね。はい、うん、でもあれだよね、赤坂は初めてだよね、朝霞君に。朝霞君との共演初めて。共演は初めましてです。そっかそっか。僕舞台とか見させていただいたことあるんですけど、本当に直接お話しするのは初めましてです。いやもう結構普通に仲いいのかなみたいな感じが出てたから。あ、本当ですか。あ、よかったです、うん、なんか名前すごい、でも現場で間違えられがちでしたけどね。あのね、はい、そうなの、あの赤楚と朝霞でしょ、はい、すごいね、あの一歩間違えると舌が回らなくなるっていうなるほどなるほど、うん、赤楚朝霞赤楚赤だってなる。早口言葉で二人交互に言ったら多分言えない赤楚朝霞そうですよね。なんか本当にすごいいろんな人に間違えられて現場でもなんか言われたことあったよね、確かね。はい、あの、うん、朝霞くん、あ、じゃあ赤楚くんみたいなありました、ありました。あったよね。はい、なんか面白かったよそれ楽しかったなあれですね。そろそろ質問タイムとか行きます？お、確かに。はい、皆さんから、皆さんからの質問コーナーがありまして、うん、ちょっと答えていきたいと思います。いきましょう。はい、うん、一番印象に残っているセリフは何ですか？一番印象に残っているセリフ、はい、一番印象に残ってるセリフか。一番印象に残ってる、まあ、あの自分が発するのと、はい、多分こう聞いて残ってるの多分2パターンあるよね、はい、自分で発してんしましょうか。じゃあ自分で発してんする。はい、じゃあ足立として黒沢としてのセリフでってことか。はい、いやー、あ、僕1個あります。うん、あのまあこれ NG テイクにはなるんですけど、うんうん、あの嫌じゃなかったよお前のキスみたいなところあるじゃないですか。はい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 、屋上のところね。はい、うん、あそこ僕ずっと嫌じゃなかったよお前とのキスって言っちゃってて。そうそうそう言ってましたよね。言ってた。キスしたのみたいな風になるから、うん、ちょっとここは直してもらっていいですかみたいな。俺もそれ聞いて、はい、動揺した。あ、黒沢としてあれみたいな、はい、よりあれみたいな、いろんなことが一気に、はい、なんか脳内を巡ってん、はい、んなってましたね。あったね。そこは印象的だったなって。あった。はい、俺何個かあるんだけど、はい、まあちょっとずるいけど1番と、はい、あとちょっともう一つだけいい。あー、はいはいはい。1番は、はい、やっぱりあの告白したところかな。あ、やっぱりそうですよね。お前のこと好きなんだっていう、うん、ところで、すごいあの脚本もあの素晴らしいし、まあ、原作もそうだったんだけど、うん、今までこう足立とかって呼んでるんだけどそこだけお前ってなる。そうですよね。なんかそういうのもなんかすごいこうなんていうの、黒沢なりに感情が巡りすぎて、うん、あの普段だったらもうちょっと余裕を持てたのに持てなくてそういう言葉を発しちゃったのかなとかいろいろ考えると、はい、すごくなんか深いし、まあ、意味あるし、それを言うってことがどれだけのことなんだろうっていうのを考えるとすごいやっぱりたくさんのこと考えたから、あれはすごいやっぱり印象に残ってるし、
7年間のあれですもんね、うん、それによってやっぱり足立もこうやっぱ反応がすごく変わってくると思ったから、うんうん、本当にそこはすごい風間さんともねすごく話したりとかして、はい、やりもしたし、もちろん林さんとも話し合ってとか、うん、でまあそれはそういう感じで、で俺一個 すごい残ってるのが、はい、ほくろだね。もう最高でした、あれは。あれは、はい、ね、ちょっともうやっぱりまだ度合いも正直ちょっとこう探ってるというか、探り探りみたいな、はい、うん、感じもあったし、わどの程度なんだろうっていうのをすごくこう風間さんとも話してたから、はい、足立的にどのぐらいで聞こえるんだろうなみたいな、はい、ってなって、まあ、とりあえずマックスでやりましょうみたいなとかいろいろ試したりとかして、はいはいはい、何回もほくろって言ったかな。多分ペットボトル20テイクと同じぐらいほくろって言った可能性はあるのと、そうですね、はい、あのその時に、うん、ほくろが多分イントネーション多分合ってるよね、はいはい、ほくろ、俺ほくろって言っちゃっててちょっとなまっちゃった、なまりが出ちゃってて、うんうんうん、ほくろほくろって言っちゃってて、はい、いきなりどこの田舎者みたいな感じに黒沢がなっちゃってたから、ちょっとそれはまずいなと思ってっていうか、まあすごいそういうのもあって残ってるかな、そこかな、うん、いやおもろいですね、うん、あとあれでしょ、アヒーでしょ、アヒーは最高でしたね、なんかあのアガソク的にはアヒーでしょ、アヒーもありますよ、うん、もうあれなんでしたっけ、鍋パーのシーン、そう、タコパのシーンで、タコパ。で、アヒージョを作ってもらって、うん。で、美味しさのあまりアヒーって言おうみたいな話になって、そうそう。なんかそういうテンションになってたんだよね。なりました、なりました。なんかね。ちょっとおかしなテンションになって、その後に。ちょっとおかしなテンション。これまだ僕、誰にも言ってないやつなんですけど、多分皆さんには。え、何？あの、町田くんが、あの、いいじゃんっていう言い方、僕のセリフでいいじゃんってあったじゃないですか。あったあった、うん、あのセリフを町田くんがすごいダンディな声でいいじゃんみたいな、あれをそんな感じでやられて、僕ごめんね、ずっとはい、つぼっちゃったもん、ね、そうなんですよ、ずっとそのいいじゃんっていう言い方につぼっちゃって、ちょっと本番一発目でいいじゃんって言った後に爆笑してしまったっていうのありました。あったあった、いいじゃん。あ、それいいじゃん。ちょっと、はい、ちょっと違うかな、現場の時もなんかね、もうそれなんか、はい、なんかこうちょっとなんて言うんだろうな、まあ、六角もいたし、はい、なんかタコパのシーンでこうワイワイしてたから、なんか気持ちもちょっと上がっちゃって、はい、なんか、ね、上がっちゃってましたよね。上がってたね、あそこはね、本当にたこ焼き美味しかったしみたいな、美味しかった、アヒージョも美味しかったし、うん、はい、すごいね、いろいろあったな、思い出に残るの、ね、アヒーですね、アヒー、アヒーですね、うん、次は、あ、キャラクターが自分の性格に似ていますかっていうのがあります。お、どう？僕でもまあ、あのコンビニ弁当食べたりっていうところは似てるかもしれないですね。いや、朝さ、はい、現場に来るときにさ、はい、なんかまあ一応朝ごはんとか食べてきたりとかさ、はいはいはい、して、で俺も多分何回一回聞いたことがあって、朝ごはんどうしてんのって、はいはい、もうコンビニとか、まあ、ちょっとおにぎりとかっつって言ってて、はいはい、もうその時点で足立じゃんと思ったけど、プラスからの、はい、その多分ご飯を口周りにつけてきた時はもう驚いたよね。いや、あれはあれ弁解させてくださいっていうのもおかしいんですけど、うん、あれは朝ちゃんとロケバスで食べて、うん、
ついちゃってたっていうだけで、うん、家からついてたわけではないんです。家からではない、家からではないです。でもまあほぼほぼ一緒じゃない。まあほぼほぼ一緒ですね、うん、だから朝の電車、朝の電車とかそういうところでついてたってことはないはずです。誰かにそれを見られてたっていうのはっていう、ないはずです。でもさ、はい、そうかそうか、そうだよね。それはそれでちょっと見たかったけど。あ、確かに。いや、衝撃でした。とうとう足立と一体化してしまったかって思っちゃいました、うん、自分で。いや、現場が湧いてたもんね、みんな。うん、監督にもめちゃくちゃ言われて、うん、びっくりした。わざとでしょみたいな。わざとだったら怖いな。いや、怖いですよね。足立アプローチの仕方、うん、あります、黒沢で。黒沢で、はい、に、え、似てる、共通だっけ。共通、うーん、例えばなんか些細なところとか、うん、カバンを捨てがちとか。気づいた。はい、カバンは結構放りがちだね、そこら辺に。うん、放りがちなんですね。雑に扱ってるつもりは全くないんだけど、あ、はい、そう、置いちゃってとか。まあね、うん、あれはでも、あれはそうだね、黒沢だからっていうのもあるけど、多分俺だからああなってる部分あるかもしれない。ありますよね、現場でくるくる回すみたいな。あった、カバンが。あった、足立のね、家のリュックに引っかかっちゃって倒れ込むっていう、はいはい、ところで黒沢もカバン持ってるから、はい、あれもこうパッて離して倒れ込みってなってたんだけど、うん、なんだっけ、あれ一回やってみたんだよね。やってました。やったら結構周りのスタッフさんたちがすごい、めっちゃ綺麗に回ってた、回ってましたみたいな言ってましたよね。って言ってて、で、まあ一応やってたんでね、本番とか一応やってたけど、あと、なんかその、なんだっけ、カメラが結構床の方にこう、からベッドを撮ってて、はい。で、黒川のこう、カバンがトンってなるみたいなとかも、はい。やったんだけど、使われなかったね。そうですね、結局は使われなかったですね。いらなかったね、確かにと思って。でもそれはそれで多分、うん、面白かったとは思うんですけど。あ、いや、ではそろそろ、うん、そろそろね、時間がもうちょっとってことだから。そうなんですよ、ちょっと8話の見どころみたいなところを話して、うん、そうだね、8話の見どころは、うん、でも、うん、いや、これはどうしても言えないところがあるんですけどね、ちょっとね、はい、そこはね、まあでもそんだけ言って言えないけど、うん、まあとにかく一つ最高だったシーンがありまして、うん、まあその最高って言えば多分見てくださってる皆様も絶対分かってくださるはずだっていう、多分俺も分かった。そうですよね。このシーンを撮る前から、はい。すっごい楽しみにしてましたとかってずっと言ってたから、はい。あれだね、多分。ずっと言ってたもんね。ずっと言ってました。あれを、あのシーンを生で見れるっていう。早く見て、早くあれを聞きたいって言ってね。はい、うん、まあ、あれは確かに、まあ、監督も言ってたの、風間さんも。あ、そうなんですか。はい。だから、プレッシャーがすごい。いや、確かに。もうでも、現場ではもうほぼ、最、うん、ほぼっていうか最高だったので、多分、オンエアも最高にはなってるはずです、多分。プレッシャーは感じたかもしれないですけど。
はい、うん、ちょっとそこを確かに楽しみにしてもらいたいから、ちょっとねどこなのかっていうのは ね、 うんうん、確かめてもらって、 あここかなと思って、はい、ありますよ ね、 で、うん、あとはまああの、うん、社内のどぎまぎ感みたいなのもちょっと見ていただきたいなっていうのはあり、うんうんうん、あと僕的に面白かったなっていうのはあの、うん、柘植との3人のシーンが、まあ、ネタバレにはなるので深くは言えないんですけど、うんうん、ちょっと3人のシーンっていうのもまた特別でしたし、うん、あとはやっぱ港のところですよね、柘植港が大きく変わりますもん、大きく変わるっていうか動くというか、うんうん、確かに、うん、もう俺も3人のシーン、柘植と、はい、あの足立黒沢のシーンで、はい、やっぱり新鮮だったし、はい、すごい面白い本当ですか、すごい面白い、やっぱりね、能力者能力者っていうのは能力者っていうのがすごく効いているシーンになってるから、はい、うん、そこは絶対楽しみにしてもらいたいかなっていうのもあるし、うん、あとは、そうだな、すごいこう、足立が、こう、柘植に対して、すごくこう、はい、なんて言うんだろう、優しさを発揮するんだよね。うんうん、でそれも、なんかこう、一歩踏み出してる感じとかもあってすごく素敵なシーンだから、あそこも俺はすごい大好きで、おー、ありがとうございます、うん、でそれがあるから最後ね、また二人にちょっと進展がというか、あるんですよね、ことがなんか起きたりするっていうのもあるから、はい、なんかまあ、言っていくと切れないなっていう感じの第8話なので、まあそうですね、本当、うん、もう正直言ったら全てが見どころですもんね、うん、うん、本当に多分バーッと流れていってしまうと思うから、はい、楽しみに、そうですね、ぜひしてもらえたらなと、はい、今夜だもんね、今夜ですね、今夜1時でございます、うん、25時からなので、はい、25時、はい、ではもうそろそろお時間ということで、うん、うん、はい、ではインスタライブを終わらせていただきたいと思います、はい、途中ちょっとこちらの、はい、状況で一回中断してしまって、はい、本当それは申し訳なかったんですけど、はい、はい、ちょっとね2人で久々にインスタライブできて楽しかった、ありがとうね、あ、こちらこそありがとうございます、またこれ近々、はい、また近々それではご飯でも皆さん、はい、うん、皆さんもありがとうございました、ありがとうございました、じゃあバイバイ、バイバイ終了